It's all the man, welcome back to One Piece Pirate Warriors 4. ドフラミンゴを倒したルフィたちはバルトロメオたちの協力を得てドレスローザを脱出し、サンジたちと合流するためゾウに向かう。その戦場、ルフィは共に戦った海賊たちから傘下に入れてほしいと懇願される。だが差し出された親子杯を断った。親分や大海賊じゃなくてもいいだろ。お前らが困ったら俺たちを呼べ。必ず助けに行くから。一緒にミンゴと戦ったことは忘れねえよ。自由を重んじるルフィの真意を理解したバルトロメオたちは一方的に古文杯を飲み干し、ここに海賊連合麦わら大船団が結成される。君は今まで通りでいい、麦わら。僕たちは勝手に君に忠誠を誓ったんだ。何かあれば勝手に命を懸けて参上する。そんな奴らがいても損はないだろう。こたびのご恩に報い、命全霊を懸けてこの古文杯勝手に頂戴いたします。ダメ。一方サンジたちは一足先にゾウに到着し、すぐに異変に気づく。ゾウはカイドウの部下寛愛のジャックの軍勢により壊滅寸前の状態だった。サンジたちはゾウの住民であるミンク族たちを必死に救い、深く感謝される。数日後ルフィたちも到着し再会を果たすが、そこにサンジの姿はなかった。サンジはビッグマム海賊団の傘下に入った最悪の世代の一人ベッジに連れられ、政略結婚のためビッグマムの縄張りに向かったという。サンジがビッグマムの娘と結婚？なんだその勝手な話。サンジは俺たちの仲間だ。憤慨するルフィたち。そこに遅れてきたキンエモンが合流する。キンエモンは今まで話さずにいたワノ国にまつわる多くの事実を伝えた。モモノスケは本当はワノ国の大大名光月おでんの息子である。キンエモンはモモノスケの父ではなく家臣であること、光月おでんはカイドウの手によって処刑されてしまったこと、その死の間際ワノ国を開国せよと言い残したこと。拙者カイドウを倒したい。ルフィ、拙者と一緒に戦ってほしいでござる。よくわかった。テイクモン、同盟だ。ここで一味はサンジ奪還に向かうルフィたちのチームと、先行してワノ国を目指すゾロたちのチームの二手に分かれる。ルフィ、ナミ、チョッパー、ブルックはサンジを連れ戻すためゾウから出航し、ビッグマムの治めるトットランドを目指す。しかしそこには意外な人物が乗船していた。 Oh cool, we can actually play Cairo. ルミってワンダーランド。うおー、すっげー、この街全部お菓子でできてるぞ。いるんだ。ついてきちゃった、ガルチュー。一度冒険に出てみたかったの。海ってワンダーランド。お願い、何でもするから連れてって。戦闘力はある方だからきっと役に立てるよ。ここまで来ちゃったんなら仕方ないわ。一緒にサンジ君を連れ戻しに行きましょう。サンジ、いまいましい名だ。何よあんたたち、って、そのぐるま湯、もしかしてサンジ君の。ご明察、私はレイジュ、サンジの姉よ。こっちは弟のヨンジ。わお、かわいこさーん。兄弟そっくりだ。
なあサンジの姉ちゃん、サンジがどこにいるか知らねえか。それを知ってどうする。まさか奪い返すつもりか。そうはいかねえ。あいつは今や役に立つ存在なんだ。役に立つって、あんたたち家族なんでしょ。まあそう熱くなるな。今騒ぎを起こして結婚が破談になってはことだ。お互いに慎重に行こう。あなたたちのためにも、ビッグマムが治める土地で軽率な行動は慎んだ方がいいわ。弟が今までお世話になったわね、一味の皆さん。では幸運を。なんだあいつら、勝手なこと言いやがって。それよりさっさとサンジを探さねえと。おい、サンジ！あの、もしかしてあなたたち、サンジさんの？お前、誰だ？私はプリン、サンジさんの婚約者よ。お前が？サンジさんに会いたいなら、ホールケーキアイランドの誘惑の森に向かって。いいの？そんなこと教えて。ビッグマムから罰を受けない？実の娘よ、心配しないで。それに言われたのよ、サンジさんに。君と結婚したいけど、それはできないんだ。俺は仲間たちの元へ帰りたいって。だから私、あなたたちから彼は奪えない。なんていい子なんでしょう。ルビーさん、私独自にビッグマムの動向を探ってみます。皆さんはサンジさんと合流してください。ありがとう、プリン、ブルック。待ってろよ、サンジ。そう、誘惑の森。Carrot have pretty vast moves. I like it. Alright, our mission is to go after Sanji.
今サンジが全力ルフィがいっぱい驚いた。ラミラの実の力、ママの命令だ。いくよ。合わせない。なるほど、開いたり閉じたりするのね。ここは誘惑の森、存分に楽しんでいくんだね。It seems we need to defeat Red Groupies for now. これあむ。覚悟して。なんだ。
全力。私と同じ動き。ちょっと誰よあんた。うちに立てつくだけはあるね。覚悟して。ありづれえな。負けねえけど。ルキアは私が倒す。バレちまったか。まだ逃がさないよ。生意気な。無事に森を抜けられると思うんじゃないよ。よし、ここを抜ければ出口だ。やった、森を抜けたぞ。ちょっと待って、チョッパーとキャロットがいない。おーい、ルフィー、ルフィー、キャロット、どこ。その辺に鏡の破片が落ちてるはずだ。探してくれ。あった、見ろ、あいつら鏡の中にいるぞ。チョッパ、キャロット、大丈夫？森にいたブリュレってやつに鏡の中に入れられちゃったんだ。でも大丈夫だ。どっちにしろ外から助けてもらえる場所じゃない。先に進んで。ノワ！心配しないで、私たちは平気。不安しかないわ。そこから出てこれないの？なんとかするよ。サンジを連れ戻したらまたこの鏡に話しかけ。あー！あ！割れた。あいつらのことは心配だけど仕方ねえ。俺たちでサンジを探しに行こう。オーダー受けたまわりました。まだごねているのか、我が息子よ。気安く呼ぶな。俺に親がいるとしてもお前じゃねえよ。いや、私の血がお前にも流れている。お前はジェルマ王国の第三王子だ。我がヴィンス・モーク家がビッグマムと手を組めば絶大な力が手に入る。それにはシャーロット家と血縁を結ぶのが条件だが、大切な息子たちをあのイカれたババアのところにはやれん。そこで思い出したんだ、もう一人出来損ないがいたと。サンジ、お前は生贄。
息子だなんてみじんも思っちゃいない。お前が海賊をやってると聞いたとき、出来損ないのお前も少しはマシに成長したかと思ったが。相変わらずでがっかりだな、ビンスモーク家の恥さらしが。それに所属することが俺にとっての恥なんだよ。お前たちの全てが俺の思想に反する。やれやれ、それはこの男の影響か、サンジ。イーストブルーのバラティエ、こいつの店にいたそうだな。え？まあ、お前が言うことを聞かなかった最悪の場合だ。そいつの首が飛んでもいいのか、などと脅しを使うのは。あ、抵抗せず、仲間を諦め、結婚を受け入れろ。それで全てが丸く収まる。しかし、まだのたれ死んでなかったとはな。落ちこぼれのくせして悪運だけは強えようだ。うるせえ。おかえり、サンジ。我らがビンスモーク家。楽しみだな、またお前と暮らせるなんて。そうだ、また昔みたいに遊んでやるよ、出来損ない。ああ、望むところだ。来いよ、クズども、相手してやる。俺たちのヒエラルギー、今一度確認しておかねえとな、ザンブ。ヒエラルギーとか言ってる時点で話にならねえんだよ。何だこのロープは。おい、お前ら見てねえで俺を守りやがれ。なかなか楽しくなってきたよ。図に乗るなよ、出来損ない。その出来損ないにやられる気分はどうだ、クソ野郎。久しぶりね、サンジ。どれほど強くなったか見せてちょうだい。トリエエポーコートレットセル、トリエエポーコートレットセル、カジキュー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 キあれ、あらあっち、エポーコートレット。
せる。時間切れに。この程度か。サンジ、お前には人質がいることを忘れるな。これ以上反撃すればイーストブルーで血が流れるぞ。ったく、サンジの分際で調子に乗るなよ。やはりお前は出来損ないのままだな、サンジ。興ざめだ。手ひどくやられたわね、サンジ。レイジュ、なぜ戻ってきたの？二度と思い出したくもない場所へ。せっかく13年前イーストブルーで逃がしてあげたのに。自分から戻ってきたのだから、覚悟を決めて無駄な抵抗はしないことね。さ、ホールケーキシャトーで結納が執り行われるわ。
早く手当てして支度なさい。よし、やるか。おーい、サンジ、サンジくん。おう、なんであいつらここに。おーい、迎えに来たぞサンジ。帰れ、下級海賊ども。俺の名はピンスモークサンジ、ジェルマ王国のプリンスだ。お前は俺が追い払う。してたことは悪かったよ。言えばお前らが惨めだな。俺とお前らとの身分の差は一目瞭然。ここにいれば金も兵士も召使いも使い放題。またあのくだらねえお前の仲間たちの船へ戻るのか。ここで四皇ビッグマムの美しい娘を妻にもらい暮らすのか。どっちが幸せかなんて比べるまでもねえよな。ふざけんな、納得できるか。お前が海賊王になれるかどうかも疑わしいってのは本音だよ。乗るなら勝ち馬を選ぶのが人情だ。冗談やめてよサンジ君。やめた。構えろよ。お前とは戦わねえ。じゃあ消えろよ。それも断る。お前はいつもわがままばっかりだ。ちょっと、サンジ。さよなら。ごめんね、余計なことして。行くぞ。待て、サンジ。言いたくもねえ言葉並べやがって。嘘つくんじゃねえよ。俺のこと蹴るだけ蹴っても痛えのはお前だろ。旅はまだ途中だぞ。俺はここで待ってるからな。お前が戻ってこねえなら俺はここで餓死してやる。お前は俺の船のコックだから。俺はお前の作った飯しか食わねえ。腹が減っても槍が降ってもここを動かずお前を待ってる。必ず戻ってこいサンジ。お前がいねえと俺は海賊王になれねえ。
ものすごい大群。ラフィ、一旦ここを離れなきゃ。ダメだ。その間にサンジが戻ってくるかもしれない。テレファットマン、ビズリー、ヘッドハッハッヘッドハッヘッドスタンプがついてハッ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 と思うなよ。
舐めるなよ。なんてこった、部下をほとんどやられちまった。だがそろそろ限界のようだな。城でママがお待ちかねだ、メロディ。これはここで。Let's see. We can play either Brook or Chinpei. Man, let's just play with Chinpei for now. Luffy, wake up, Luffy. ここは、わ、なんだ。あの後、あんた気を失って、あたしたちはビッグマムの城に連れてこられちゃったのよ。ようやく目が覚めたか。暴れまくった挙句気を失うとは、腹でも減ってたのか。ママ登場だ。麦わらのルフィ、とうとうここまで来たかい。ビッグマムか、こっから出せ。全部ぶっ壊してでも出ていくぞ。まだその息はあったのかい。戦いが望みなら出てこいよ、ビッグマム。今ここで勝負してやる。つい最近新世界入りしたばかりのルーキーが俺に謁見しようだぞ、おこがましい。サンジのことをきれいに諦めれば殺さずに返してやる。結婚式が全て無事終わるまでそこでおとなしくしてな。四皇だからってふんぞり返ってんじゃねえ。サンジは必ず取り返す。最後に勝つのは俺たちだ。ガチャ。ママに喧嘩を売るとはバカなやつらだ、ペロリン。麦わら。まあいい、明日を思えば何でも許せる。最高のウェディングケーキが食えるから。おや、俺の忠実な海の戦士ジンベイ、どうした今日は。改まって、今日はあんたに大切な話を聞いてもらおうと思いここへ。うち辞めたりしねえよな。海賊なんだ、好きに生きるのが一番さ。だが親子の杯を返されるのは親の恥だよ。俺はお前という一大戦力を失うのさ。お前も何かを失えよ。それが落とし前ってもんだ。ママ大変だ。捕まえていたあの骨の生物がいなくなった。まさか麦わらを逃がす気じゃねえだろうな。囚人図書室を見張るんだ。ルフィがこの城に。この結婚に抵抗すれば俺も仲間も全滅だ。さらにはイーストブルーにいる大恩人の命も取られちゃう。だから抵抗をやめると決めた。俺の冒険はこれで終わりだ。サンジさん、私との結婚は地獄にはさせませんよ。
君は救いだ。もし俺でよければ明日結婚しよう。おいプリン、逃がしてくれ。捕まっちまったよ。やられたのね。ひどいことされたんでしょ。本当にごめんなさい。そんな、プリン。私、サンジさんにプロポーズされたの。え？でも、安心して。私、結婚しないわ。まんまと私に惚れたあのバカは、私が式の途中で撃ち殺すからよ。あんたたちもどの道生かしちゃおうかな、哀れなネズミたち。おい待て、プリン、何言ってんだ。さよなら。そんな、俺たちもサンジも騙されてたんだ。教えてやんねえと。ちくしょう、出せ。を探さなければならないんです。誰か近くで戦っているようだ。仲間かもしれん。急ぎ向かおう。くにゃん、どっしり。くそ、くにゃん、くっ、くにゃん、くにゃん、くそ。ジンベエさん、あなた、なぜここに。話は後じゃ。まずはここを切り抜けよう。あらくらならせいけんせい。この城の地下には囚人図書室がある。おそらくルフィたちもそこにいるはずじゃ。どこかの部屋に地下に続く階段があるらしい。片っ端から扉を開けて階段を探すぞ。実は私、ビッグマムに捕まりました。命からがら逃げてきたところです。そりゃ災難じゃったな。ルフィたちも早く助け出さねば。扉から何が飛び出してくるんでしょう。ドキドキしますね。あ、私心臓ないんでした。この部屋本当に必要ですか。いや、部屋まである。くそ、進むかの。
あれは地下へ続く階段のようです。あの先が囚人図書室に違いない。急ごう。受けてみよう。はい、ハズレです。次参りましょう。閉じ込められ、急いで突破するぞ。手の一味も鏡を通って移動しているはずじゃ。鏡をうまく壊せば逆に利用できるかも。偽物と分かっていても味方とやり合うのはいい気がせんもんじゃ。間違いない。お宝の匂いがする。
ルフィとナミがジンベエたちによって解放された頃、レイジュとプリンの会話を漏れ聞いたサンジは耳を疑う。夢見てんじゃないわよ。あのチンピラと私が結婚するわけないでしょ。ビッグマム海賊団はジェルマの科学力を手にするべく、結婚式を利用してビンスモーク家を皆殺しにする計画を企てていたのである。プリンはその計画に協力しており、遭遇したルフィたちを初めから騙していた。そして自分の身辺を調査していたレイジュを拘束した。私はメモメモの実の能力者。人は誰も頭の中に記憶のフィルムを持ってる。私はそれを自由に書き換えられるの。プリンはその能力でレイジュの記憶を改ざんして去ると、こっそりと現れたサンジは今ここで起きた事実をレイジュに説明する。いい機会だ。ジェルマはこのまま滅ぶべきだと思う。あなたは麦わらたちと逃げなさい、サンジ。サンジと入れ違いに今度はルフィがレイジュの前に現れる。プリンの裏切りをサンジに伝えようと焦るルフィに、レイジは彼が全て知っていることを告げた。騙されてねえんならいいや。俺行くよ。約束の場所はここじゃねえから。約束の場所に向かいサンジを待つルフィ。しかし到着して間もなく、戦いの疲労と空腹のあまり意識を失う。ちゃんと待ってねえと。あの場所で。やがて料理の匂いに目を覚ますと、そこには弁当を持ったサンジの姿があった。ねえ、ちょっとエビロビン。うまかった。干からびるとこだった。食ったら帰る。何言ってんだ。一緒に帰ろう。一つ、はるばる迎えに来た己の船の船長を俺は侮辱し、無抵抗のお前を力の限り傷つけた。だから俺は今更お前の船には戻れない。
二つ、大恩あるクソジジイおよび俺が育った故郷海上レストランバラティエを人質に取られている。だから俺は結婚式から逃げるわけにはいかない。三つ、血のつながった悪の家族がビッグマムにはめられた。数時間後全員が殺される。何の恩もない恨みしかねえクズどもだが、俺はあいつらを見捨てて逃げることができない。以上三つの理由で俺はお前らと一緒には帰れない。理解したら消えてくれ。ルフィ、俺はサディ号に帰りたい。だがどうしても逃げ出す勇気がねえ。式が始まったら俺一人じゃ止められねえのに。家族だとも思わねえあのクズども、俺は助けたいと考えている。うん、だってそれがお前だろ。俺たちがいる。式をぶっ壊そう。サンジの本心を聞き出し、一味と連絡を取ったルフィはジンベエの取りなしでビッグマム傘下のベッジと会見する。ベッジはビッグマムの部下でありながらお茶会を利用してある謀略を進めていたのであった。さて決めようか。まず手を組むかどうかから。ベッジはその警戒心と防衛力の高さを買われ、今回の茶会で護衛の全権を任されている。その立場を利用し、ベッジはビッグマムの首を取る気なんじゃ。うちとしちゃおめえらはただの邪魔者。ここで全員消すってのが一番世話ねえが。俺が死んだらビッグマム暗殺のチャンスはゼロだ。ああ、残念ながらその通り。どうじゃルフィ、直感ではこいつらと組めそうか。どう思う？殺し合いなら後でもできるが、今手を結べばお前たち全員に利がある。作戦は？誓いのキスでプリンはサンジを撃つ。その銃声が作戦開始の合図だ。麦わら、おめえはママの席の正面に置かれたマザーカルメルの写真を叩き割れ。理由はわからん。それでビッグマムは発作を起こして規制を上げながら覇王色の覇気を発動するらしい。ちょっと待ってよ、それじゃルフィがおとりになるみたいじゃない。いいよ、写真を割るのは俺がやる。今面白い登場の仕方考えたんだよな。
なんでしょう、楽しそうですね。会場がたじろいでる間に俺たちはママを暗殺する。おめえらはその援護だ。他にやりたいことがあるなら止めやしねえ。用が済んだらさっさと逃げろ。互いの船に行き着いたらこの挙動もそこまでだ。ブーンを祈る。よし、さあベールを上げて誓いのキス。お前が終わる瞬間だ。どうしたプリン、なぜお前が倒れるんだ。ミスターナミライオカタクリ。よく見ろサンジ、この忌まわしき第三の目を。なんて美しい瞳だ。ごめん、近くで見たらつい見とれて。プリン、この目を美しいなんて言ったやつはただの一人も。どうしたプリン、早く撃て。プリンちゃん、ふざけんな、ふざけんな、殺すんだ。私はお前を。避けたか。一体どういうことだい、カタクリ。プリンに何が。あいつ何やってんだ、下渡しやがる。
諦めろ。俺一度先へは行かせない。ラウンドマン。私たちには大事な目的が。今は戦っている場合じゃありません。アルバリン。無駄だ。ダブルカルバリン。ろくな未来は待っていない。それでも俺に挑むぞ。肩こりは厄介な能力の持ち主。追いつかれんよう急いで進むぞ。ゴールエレファントマン。どこへ行くつもりだ、メロリン。キャンディーウォール。初めからお前に勝ち目はない。敵が集まってしまいます。そちらは任せていいでしょうか。落ちほどん。あいつらの狙いはママではない。そのカルメルの写真か。くそ、もう絶対助からねえ。体の飴でガチガチだ。サンジの家族が大変だ。助けねえと。やめるなよ。やめるなよ。甘くなかったか。お、雨の壁が溶けた。これで進めるぞ。麦わら、ジンベイ、死ね。あ？誰だあいつ。マザーカラメルの写真を割りやがった。ビッグマムが割れた写真を確認した。あとは叫んで規制を上げるよ。それが誰だか分かっているのか。なぜ規制を発しないんでしょうか。もしかしてウィリのケーキ、麦わらの一味、マザーの写真。ルフィさん、ビッグマムは今何に怒ればいいのか混乱しているんです。割れた写真をもう一度見せましょう。後ろ、
マザー、アバン、よし、アバよ、ビッグマム、麦わらの一味を許さねえ。作戦は失敗だ。おこそ、すげえ悲鳴だな。全員退散だ。ここは敵が多すぎる。おのおの会場から離れろ。クソ、やはり裏切った。レッチ、ここまで済むと思うな。勝てない勝負に何の意味がある。トールエレファントだ。くそ、ここまで来ればひとまず安全か。ビッグファーザー、グレース、全員俺の中へ入れ。どうにかここまで逃げてこい。くそ、造影を呼び込んでいるのはペオスペローか。奴を倒さねえ限り邪魔は増える一方だな。くそ、ここは一旦引くしかねえか。脱出です。他の皆さんはご無事でしょうか。よし、これで全員入ったな。Alright, cool. We can actually play It's Your Rachel. Yeah, let's just start Rachel one more. Katakuri, お兄ちゃん、助けてくれてありがとう。散々利用されやがって、グリル。私は被害者だよ。兄ちゃん、早くぶっ飛ばしてよ。あいつら全員。出てこい、ベッジ。麦わら。
ババア、ビッグファーザーもそう長くは持たねえな。早いとこ逃げねえとまずいが。俺やっぱ外出てぶっ飛ばしてくる。ダメよルフィ、私たちはサンジ君を連れ戻すために来たんでしょ。サンジ君の家族を救いたいって望みも叶った。応戦する暇があったら脱出する策を考えるの。一つ答えろサンジ、なぜ助けた。まんまと敵の罠にかかった憎き仇の我らを。父親が悲しむ。あの人に顔向けできねえような生き方は俺はしねえ。だから認めろ、お前は俺の父親じゃねえ。二度と俺たちの前に現れるな。よくわかった、約束しよう。もうお前にもイーストブルーにも近づかん。ギャングベッジ、門を開けろ。お前たちが逃げるまで我々ジェルマが護衛を受けよう。よし、時間稼ぎなら俺も。いいんだルフィ、出来損ないに仮など作らない。あいつらなりのけじめだ。わかった、行くぞ、作戦開始だ。出てきたね。はい、こいつは俺たちが食い止めてやる。その間に急いでこの場から離れろ。私は麦わらたちを船まで護衛するわ。あなたたち、ここは任せたわよ。覚悟なさい。よし、さっさと抜けるぞ。あしろ、勝手に飛び出しやがって。仕方ねえ、このまま行くぞ。本気で行くわ。させてもらうぜ。追ってか。よし、縦に分かれるぞ。俺はビッグマムを引きつける。それじゃあ、私は追手を抑えて別の道から船に向かうね。くそ。
では私とチョッパさんはカイドからサニー号に向かいますので気をつけろよみんな。なんで急に壊されたケーキが目に入ったのか。覚悟なさい。逃げなきゃやべえってのにてめえら邪魔すんな。ママ実はケーキには予備があったんだ。だがそれを麦わらの一味が盗んでいった。あいつらウェディングケーキ。やっやっママは麦わらたちの方に向かったか。今のうちに本気で行くわ。今ここで話す。苦しみな。糸エッグ。ウェディングケーキ。
私は完璧主義なのだ。
この島が甘くないことを教えてやる。これでたとえ出口にたどり着いても抜けられはしない。ペロリ。やめるなよ。キャンディーの味を教えてやる。覚悟なさい。俺の懸賞金額を知ってるか。7億だ。貴様ごときが倒せるわけねえだろう。やるじゃん。覚悟なさい。ビッグマム、ケーキは俺たちが奪った。取り返してみやがれ。なに？デイチ、覚悟はできてるんだろうな。これで借りは返したぞ、麦わら。やるぞ、野郎ども。くそ、こんな奴らに、この俺が。しばらくはビッグマムも。みんな、先行こうよ。雷にやられたのお前たちではなかったか。お前ら、ここは俺に任せて船を出せ。でも、レッティ。俺がいる以上、出航などさせねえ。この船の船長は俺だ。ゴムゴムのエレファントガー。おかよ、なぜそこに。みんな必ず戻る。あとは頼んだ。ルフィがカタクリをミドワールドに引き込んだ直後、ナミたちはクードバーストでビッグマムを振り切ることに成功する。サンジはサニー号に合流してきたプリンの話を聞き、ビッグマムを止めるケーキを作るため別行動を開始した。なんちゅう船じゃ。空を飛んで敵の包囲を脱するとは。じゃがまだ緊張の糸を緩めてはならんぞ。ビッグマムの食い煩いは、食いたいものを口にするまで決して終わりゃせん。サンジがウェディングケーキを作って戻るまで
逃げ切らねえとダメなんだな。ジンベ、聞こえるか？誰か答えろ。ルフィ、無事なの？まだ船に鏡があるだろ。男部屋とか風呂場とか全部割れ、粉々に。何言ってんの？そしたらあんたどこから帰ってくんのよ。早くしねえと敵がそっちになだれ込むぞ。俺一人じゃ止めきれねえ。さっきの強えやつが目の前にいる。こいつ一人に集中させてくれ。みんな鏡を割って、船の中にある鏡全部。だけどそれじゃルフィが。ルフィの邪魔をしたい？船長命令よ、急いで。鏡を割られたか。確かにこれでは船に手出しできない。だがお前は俺には勝てん。無駄な悪あがきはやめるんだ。うるせえ、うちに負けるか。ラウンドマン、キングコングか。聞こえる？アルバリナミ、そっちはどうなってんだ？私たちはサンジ君にケーキを作ってもらってビッグマムを止めに行く。あんたはそいつをぶっ飛ばしてから私たちと合流よ。いいわね？バランダ、ぶっ飛ばすからちょっと待ってろ。せしとめるわ、流れ持ち。なんだ、ジロンが持ちになった。地上にとどまる限り息つく暇も与え落ち着きえ。どうやらその状態長くは持たんようだ。そうか、ギアホースの時間切れか。逃げるぞ、なるべく遠くへ。なんとか10分逃げ切らねえと。吐きなしじゃ絶対かなわねえ。休めそうだ。ありがとう、エダ。ブリュレだよ。大体何のつもりだい。ここはもう鏡の外だ。逃げたきゃ逃げればいい。覇気は消耗するもんだ。長期戦になればあいつの見聞色も必ず弱くなる。バカに言う。戦闘のことには頭が回るの。でもそれじゃダメだ。剣軍職、武装職、覇王職、なんとか2年で基礎までは叩き込んでやるつもりだ。うん。だが鍛えるとなれば私は甘くないぞ。そのところだ。よろしく、おっさん。よろしくお願いします、レイリーさん。いや、レイリー先生。師匠。いつかレイリーが言ってたんだ。強敵と戦うほど強くなるって。俺にも見えるかな。少し未来。調子に乗るな、ちびすけ。あい
つを超えたい。俺、全力のあいつに勝ちて、10億の男に。質問に答えろ。なぜ戻ってきた。逃げたと言われる恥より死を選びに来たか。それとも実力の差に気づき傘下に入れてほしいと懇願に来たか。お前に勝ちに来た。俺に勝ちに来た。そんな選択肢は用意していない。本気でやろう。無双ゾーナツ。だんだん俺の見聞色に近づいている。お前にも攻撃は当たるんだ。すげえのは持ちの能力じゃなくて見聞色なんだろう。さあ、俺は効率よく避けているだけ。覇気で未来を見れば可能だ。だが、それを見極めたところお前が勝てる道理はない。覇気は実戦の極限状態にこそさらに開花する。強敵と向き合うほどにお前はますます強くなる。こいつやはり低確率で俺と同じ未来を見てやがる。早々に消さねえと万が一もある。こっち。何がおかしいんだ、お前ら。男の勝負に薄っぺらい援護などするな。悪かった。針一本に気づけなかった俺も間抜けだ。海賊の勝負に卑怯なんて言葉はねえ。避けきれなかった俺が悪い。ならば麦わら、これで。ああ、そうだ。終わりか。ああ、受けて立とう。これでもしお前が。もう答えた。
ビリゴチ。いつかお前はビッグマムを倒しに来るのか。もちろんだ。俺は海賊王になる男だ。ずいぶん未来を見てやがる。カタクリに勝利し、ミロワールドから脱出した満身創痍のルフィを待ち構えていたサンジが担ぎ、2人は仲間たちの元へ急ぐ。しかし行く手をビッグマム海賊団の大軍に阻まれ、万事休すかと思われたその時。奇遇だなサンジ、俺たちもこいつらに一泡吹かせたいと思ってた。一時たちジェルマ W6 の援護で窮地を切り抜け、逃走を再開するルフィとサンジ。見えたぞルフィ、サニー号だ。ルフィたちは無事サニー号にたどり着き、仲間たちと再会を喜び合う。一方プリンは一人町の路地裏で座り込んでいた。なんて美しい瞳だ。よし調理開始だ。完成だ。ビッグマムを止める最強のウェディングケーキ。プリンちゃん、ルフィが鏡から出てきたら君とはここでお別れだ。俺のフィアンセ役はプリンちゃんでよかった。おいサンジ、サン、最後に一つだけお願いがあるの。あれプリンちゃん、最後のお願いって何？ルフィ奪還を果たしたサニー号はトットランドを脱出すべく速度を上げる。And I'm done with this video. Thanks for watching. Remember to subscribe and like the video if you enjoyed, and I'll see you guys next time.